亀の手は、石灰質の殻を持つ、岩礁海岸の固着動物で、亀の手属唯一の種である。甲殻類苗ガイ科に分類される。宮崎市ン太オ海岸の岩礁に固着する亀の手、大きさは3から4センチメートルが普通だが、7センチメートルに達する個体もいる。頭上部は殻板と呼ばれる大小の硬い殻が、左右相性に並ぶ。このうちの先端側の四体は、 大きさはそれぞれに違うが、先端が尖った三角で、その外側にはより小さいものが、環状に18から28個並ぶ。さらに、そこから下に続く束部の表面は、より細かな輪状の輪辺が一面にある。主要な殻は特に突出したものが三つあり、その中央よりのものが最大の長さを持つ。その前後の殻は、幅の広いものと狭いものがあるため、 最大のものは中央より偏って存在する。この部分に満脚のほとんどが収まるが、これは構造上は腹部に当たるので、幅広い殻の方向が前方に当たる。これらの殻を前方から立い板、背板、峰板といい、さらに立て板より前により小さなくちばし板など、さらにいくつかの目立つ殻がある。その見た目の形状が亀の手に似ていることからこの名が、 つけられた。鷹の爪あるいは生外生と呼ぶ地域もある。北海道南西部からマレー諸島にまで分布する。長官体岩礁の割れ目に群生し、波によって運ばれてくる餌を満脚を広げて捕食する。満脚は紫色を帯びる。雌雄同体。ただし普通は、他個体と交尾する。YU は存在しない。爪とも呼ばれる。 辛板を持って、皮とも呼ばれるつかぶを外して抜き出した中身が食用となる。濃厚な旨味を持つ。高知周辺や愛媛県宇和島市ではよく食され、塩茹でや味噌汁の具などにする。日本国外では、スペインやポルトガルでも、ペルセベスと呼ばれて、食用とされている。金属棒を差し込んで、岩場に張り付いている亀の手を剥がして採取する。鋭い外革のため、 注意しないと、岩礁海岸で手や足を切る、原因の一つになる。かも、三浦、P10AB、行天ご飯、亀の手岩にびっしり旨みぎっしり、読売新聞長官2019年4月14日、別釣り読みほっと一面。亀の手宇和島市観光物産協会。杉岡幸則、世界気食体全像保番地熊文庫、2021年。 270から272ページ。ISBN 978から4から480437389。ありがとうございます。